助けジャパン自体はやはり情報発信をずっとやってきました。で、今までウェブサイトでホームページでですね、情報を発信してきたんですが、やはり必要な情報、正しい情報っていうのは現地にあるというふうに考えていますので、そういったものを拾い上げていくこの情報レンジャーという活動は継続して続けていこうというふうに思っています。情報レンジャーのこれからについてお願いします。震災3年目になるというタイミングになります。2年目と3年目の違いっていうのは非常に分かりにくいものになろうかと思います。それはビジュアル的に非常に分かりにくいになります。ですが、我々が持ってくる情報というのはやはりその若い小さな時の違いできれば、もう廃墟は十分、これからは建設現場とか新築するとかね、建前とかね、餅まきとか、そういうのを見たいです。だからそういうものをなるべく見ていきたいし、そして笑顔、それからこれからこうしたいっていう住民のその希望にあふれた表情というものをですね、重点的に持っていきたい。で、やはり忘れてはならないのは、いかなる様相であっても我々の美しいふるさとの姿をですね、きちんと見る、そして残すということをですね、忘れずに安定したですね、出力をですね、していきたいなと思います。スケジャパンとしてはですね、備えというキーワードを一つ、防災ですね、備えというキーワードを大切にしています。というのは、日本はご存知の通り災害大国と言われてますよね。で、そういったところで次どこでいつ災害が起きるかわからないといった状況にありますから、逆にそういった時にどういうふうに備えていけばいいのか、震災前だったらどういった情報を持っていればいいのか、震災時どうしたらいいのか、震災後どういった情報が必要なのか、といったところをより見える化というか、具体化してです、皆さんの防災意識の向上につながっていくような取り組みっていうのもしていきたいなというふうに思っています。今日のこの時間は、公益社団法人助け合いジャパン理事の新沼弘徳さん、そして情報レンジャーの網野武明さんのお二方にこのラジオを出演していただきました。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。